夏が始まった合図がしたみたいな。なんかさ、奇跡を歌う。ここはもうバッて感じで歌う。僕のはって行きたいですよね。大森元貴さんコラボ後編。ミセスの楽曲の歌い方聞いちゃうぞの回です。イエーイ。お願いします。というわけで前回はですね。ソロの楽曲、はい、ミッドナイト、はい、フレンチ、はい、中心に大森さんの歌唱力、はい、歌声徹底的にこう解説していったはずなんですけれども、どうなってるんでしょうね。編集後の感じでどうなってるか分かりませんが、楽しみですね。今回はなんと休止後初ですよね。休止後初ミセスの楽曲、まあ、ミセスのこと自体がもう、うん、ミセスのことに触れること自体が多分こうライトレアだと思います。チャレア。しかも今回は青と夏、そして僕のことをちょっと私にレッスンしてもらうような感じで。いやいやいや、それ多いです。お願いします。じゃあまず青と夏から。おう、なるほど。あの1分前の動画の復習なんですけど、青と夏が大森さんにとって一番苦手、難しいです。難しい、苦手ですね。もっと高い曲はあるじゃないですか。ありますね。もっと細かく言葉が詰まってる曲もあるじゃないですか。いや、なんかね、青と夏の難しさってちょっと独特で、なんかこうずっとジャブ打たれてるんですよね。息切っちゃわないから、そこがずっと難しくて、なんか私これ難易度ランキングみたいなのつけてて知らせたで SAB の A にしちゃってるんですよ。青と夏が A になってるんですけど、でもねこれね、確かに音階だけ見るとタン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 、結構こう覚えやすいし、うん、まあミセスの中ではもっと高い曲いくらでもあるんでというので A ってランク付けしたんですけど、いざ歌ってみようとしたら座って歌えなかったんですよ。でも立ち上がって歌ったんですけど、その時だからまあ S ですね、これは。あれ、なんか変わっちゃった。個人的には S です。すごい、あの夏はやっぱりめっちゃ文句来ましたもん、視聴者から。お前が立って歌んだから S にしろよ。なんでやるのおかしいだろみたいな。確かに A じゃんと。S ですね。ちょっとサビを特に教えていただきたいなと思うんですけど、はい、私これでやっぱ歌ってみて思うのが、このスラッシュマークで結構区切ってるんですけど、はい、アウトの木ってやっぱり A 面もそうなんですけど、なんか1音に対して1ひらがなみたいなところあるじゃないですか。はい、だんだん夏が始まっていう風に、うん、で区切って歌ってらっしゃるんですよ。うん、これ多分夏が始まるまだ歌いやすいはずなんですけど、へえ、面白い。でもね、バンドサウンドでこの歌い方は絶対ないじゃないですか。夏が始まった合図がしたが、もうこれね。いや確かに、僕もわかりますよ。これすごい難しい、辛い。どうしたらいいですか。いやこれ僕も聞きたいんですよね。終わっ。夏が始まった合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。次の恋の行方はどこだ。映画じゃない主役は誰だ。映画じゃない僕らの番だ。いやもうほんと後半今諦めてましたからね。もうちょっとなんか流しそうになっちゃったけど、でも結構これパワー技かも。あ、もうやっぱ気合はある程度大切。え、終わった？この疾走感ある中でどれだけ沖に行けるかみたいなところだと思うので、それも伺いたかったんですけど、これ普通にだとタン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 ってなんか意外となんか大森さんにならないんですよね。盛り上がんないというか、素人が歌うと、え、なんでだろう。じゃあもう一回ですか。なんか夏が始まった合図がした、なんかこうなっちゃうんですよね。え、そうですか。割と僕だと思うんだけど。夏が始まった合図がしたみたいな。なんかさ、た合図がしたみたいな。たたた。ちょっとしゃくってる。あ、そうかも。た合図。あが上ってなってますよ、多分。夏が始まった合図がした。あ、そう、僕っぽいかも。もっとあがでもくるんっていくといい。もっといくよ。夏が始まった。僕も分かんなくなってきちゃった。夏が始まった合図。やりすぎか。
ですか。でもなんか そんな感じにしますよね。ガーは結構キュンって下るのはなんとなく思ってるんですよ。大豆がした、大豆がした、傷つき疲れるけどもいいんだ。もうこの血優しいですよ。傷つき疲れるけどもいいんだ。そうなんですよ、ね、これを、まあ、やらなきゃ、今日やった方が多分いいと思うんですけど、なんか多分すごく前向きでバー夏だって曲なんですけど、ちょっと切ないじゃないですか。あのね、青と夏はでもそうかも、曲の話になっちゃうんですけど、はい、そうなんですよ。これはね、キラキラポップでこう疾走感だけじゃなくて、やっぱ夏とかってすごい独特な憂いを帯びてるじゃないですか。そこをすごい僕は大事にした曲で、だからこう落ちサビとかこう寂しいな、やっぱ寂しいなって、あのフレーズが僕個人的に一番好きなんですけど、私の中でなんかそういうところのこう憂いが多分こう要所要所にね散りばめられている気がしていて、だ2番になっちゃうけど、こう恋に落ちたのとことかは、はいはいはい、すごく分かりやすくこうふって置きに行ったりとか、はいはい、でもこの1番の中でもすごい要所要所にこう憂いというかこう寂しい感じが香るとぽいのかなって思うんですね。このジェットコースターの中で、そうこれね、ずっと元気になると本当ただただうるさくなっちゃうだけだと思うんですよ、この曲って。元気だから、そもそもが、だからその要所要所でのこう弾くところというか、ちょっとこう、うん、ってなる、キュッてなる部分ですかね。この裏声のとことかっていうのは、声はどこだ、これ難しい。ここ難しいですね。僕もできてる時と多分できてない時がない。そうなんですか。うん。行くはどこだ。だこれ割と響かしてる。さっきのあの一本目のっていうよりかは、こっち。がじゃないって結構グインって。あ、しかもなんかダーターっていうのはウィって言ってたね。がじゃないとか。映画じゃないとかかな。ここは割とクラシカルに歌うことを多分あのライブとかの時は意識している気がします。こっちの裏声ですね、どっちかっていうと。なるほど。いや本当に忙しいですよ、この曲は。忙しいですね、本当に。喉のポジションもそうだし、まず BPM テンポもそうだし、メロディーもそうだし、全部忙しいんで。で、そう、僕ライブだとギター弾きながら歌うんで、終わったこれはね、結構僕が青となって気持ちが準備しだしちゃうんですよね。へー、そのなんかすごいこと聞けちゃったの、それ苦手というか、こうちょっと手のかかる子ですね。やっぱり、今、夏ですけど、インスタのやっぱりあの音楽あるじゃないですか、ミュージック、ライブ、ストーリーのミュージックとか、もう青と夏だらけですよ。嬉しい。そうだから、嬉しいっすよね。2年前の曲です。2019、18だ。18だと思う、青と夏は。3年前ですか。だってまだ平成だったんで。うわ、そうか。そうだったんで、そうだ、そう、立つんですよね。なんかミュージシャンの前でこうチャートの話とかするのあれなんですけど、はい、アップルのチャートとかもなんか7月から、青と夏。本当にありがたいですよ、ね、って言って。もういっぱい聞いて。聞いたいわもういっぱい聞いてほしいです。この曲なんですよ、夏は。いや、本当そう。僕も本当にね、この曲、あの、苦手だとか手がかかると言いつつも、同時に同じぐらいだけやっぱすごい好きなんですよ、ね、うん、もちろん全部好きですけど、やっぱこう、夏のやっぱり何度も言うように憂いの感じが、もうなんか僕の金銭に触れまくっちゃうんですよ、ね、キューってなっちゃう。夏好きなんですか。夏好き、暑いの苦手ですけど、夏は好きです夏好きですよ。次の話題に行きますというわけで後半は、はい、僕のことの歌をちょっと一緒に歌っていただきながら、はい、どうやったら歌えるのかこの曲がというところを聞いていきたいんですけれども、はい、さっき伺ったら僕のことは歌いやすいというか、うん、僕のことは割ともう突き抜けちゃってる。なんでだ、これ、ね、これ白須田2019年難易度ランキング1位の曲なんですよ。勝手に格付けた。ありがとうございます。2019年リリースの楽曲。難しいってことですよね。難しいわそれが第1位だったってことですね。難しいよってことですよね。難しいです。まあその たどれないという言い方、たどれないです。まず普通の日がたどれない。たどれない、面白い。たどれないでしょ、だってたどれないですよ。
で低いとこもあるし、低いですね、高いとこ信じられないぐらい、キー設定が本当に多分歌われる方それぞれ難しいですよね。そう思います。で私、はい、あの喉の手術を一回してるんですけど、はいはいはい、その後に、ま、なんかで、なんかのカバーで絶対こう復帰しようって思った時にこの曲をこう、いやもう本当に精通ながら、いやもう本当にやるぞ、難しかった、難しいですか。でもこの曲にするって決めてたんです、もう手術の前から、手術するって決めた瞬間からこの曲に復活するって決めてて、僭越ながら、いや本当だ、そのぐらい私も大好きな曲なんですね。で、今回こうやってすごくこの曲についてお話できるの嬉しいです、うん、もういっぱい聴いていきたいんですけど、これ大森さんはハンハーとおっしゃってるんですね、最初ハンハーって嘘みたいですね、そうです、これを見るとなんて素敵な日だの前のこのハンハー、どうしたらいいですか先生、どうしたらいいんでしょうかね、これは素敵な、僕やっぱ結構その散々鼻腔がとかいろんなこと言わせてもらってるんですけど、あんまり自分としてもそこを意識というよりかはやっぱりマインドの部分がすごく大きいと思っていて、ああなんて素敵な日だっていう歌詞なので、それをやっぱり一個自分の中で思い浮かべるだけでまず多分歌心が全然違うと思うんですよね。ああの部分でこう噛み締めてる感じですよね。 あんまりだからこうなんだろう、高いからバーンってなってそうだけど、で演奏もドーンってなってるんだけど、意外とまだこう噛み締めてるんですよね、きっと本人は。だからそのあんまり行かないっていうことが大事なのかなって。うん、確かに大森さんライブの時なんかスルッとやってる気がします、意外と。そうなんですよ、ギター弾きながらここをスルッと割とやってるかも。だからこうガーっていうのはもう一個後のセクションであるので、はい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 、そこのためのこうグッと噛み締める、耐えるじゃなくて噛み締めるのが大事なのかなっていう。はあ、な、はあ、なんて素敵な日だ、はあ、マインドですね、マインド、マインド、マインド、はぁ、あ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 、今、今1回目のが、うん、素晴らしい、嬉しかった、今素晴らしかったです。でもそれからそういうことだと思います。だからこう、行き切っちゃう人は行き切っていいし、こう高いなと思って、辛いなと思っててもこう噛み締めてる感じがあればもうそれってここ味だと思うんですよ。やっぱ歌詞があるようでないあーあーなんで、はい、ここをいかに僕のトレースというよりかはやっぱりそれぞれの方が主役になれる曲だと思うので、それが出ると素晴らしいですよね、きっとね。なるほど。僕みたいな感じで歌うんだったら、やっぱちょっと技術的なこと言うと、やっぱちょっとオペラ歌手のようなというか、やっぱクラシカルのことを意識する、うんうんうん、あ、いや、そうなんですね。逆にぐらいかなって、うん、あー、なんて素敵な日だとか、もうこう、あーは特にクラシカルですね。あー、っていう1個目のあーはそんなになんか、あんまり作り込むっていうか、はぁーって方が近いのが近いかもしれないですね。はぁ、あ、ため息ついて、そう、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、なんて素敵な日だ、幸せと思える今日も、夢破れくじける今日も、諦めずもがいて、もう今日からで大丈夫ですえ、その前、2回目もきっとあれですよね、クラシックな、うん、クラシック、そう、諦めずもがいてやる、うん、この狭い広い世界では、はい、こうリズム突っ込む感じかなと思ってチェックしてるんですけど、狭い広い世界、まあでも、まとろとかは突っ込んでるんですけど、割とこう、突っ込み気味なんだけど、ちゃんとそこでこう、後ろに引っ張ってあげる感じがしてるかもしれません。なんか何ですかね、音声またちょっとあれですよね、うんうん、なんていうんですか、確かに太い、うん、ちょっとこっちにもうちょっと狭い広いじゃなくて、うん、狭い広い世界で、うん、そうそうそう、まさに、え、奇跡どっちにしてました、ちょっと前、あ、でもうん、ちょっと前かも、奇跡を歌う奇跡を歌うここもうバッて感じで歌う、ギターみんな聴いててね奇跡を歌う、あ、もうほんとそうです。で、ここなんかそんな
後ろに引っ張るっていうかもう歌うもうクンってもう投げちゃっていいですよ。奇跡奇跡を歌う、うん、あこっからもまた素敵、ね、素敵で大変なんですよ。素敵で大変僕のは知っている空への飛び方も大人になるこっちですかね。水で忘れる限りある永遠も治りきらない傷は、うんうんうん、歌いますよ。この後なんですよね。むずいですよね。それどうしたらいいんですか。そうでもまたこれですねきっと。あ、そうそうかも。スースルーティー。あ、そうそうもう本当そうですね。あ、もう本当その通りです。うん、もうすべて僕のことっていう、ね。僕のってやってるかも。もうもうすべて僕のこと、うん、みたいな。今日という僕のこと。うんうんうん。前半も聞いてもいいですか。これ僕の足いてこっちですか。僕の足いてる僕結構いきますね。僕のはもうここボです。この曲ボなんですよ。これに僕結構気持ちめちゃめちゃもう命かけてるぐらいな歌う僕のは本当にそうです。歌う僕らは知っている。そう。僕らは知っている。空への飛び方も大人になるにつれ忘れる。限りある永遠も治りきらない傷も全て僕のこと。今日という僕のこと。結構ここはもう張って張って張ってみたいな。特に僕らは僕らは限りあるとか大人になるにつれとかはってでも言ったかと思ったら忘れる。そうそうそう、ここが大事ですね。喋るような感じの前に行ったりとか。だって忘れちゃうわけですから。大人になるにつれ忘れるっていう忘れる行けると一番いいですよね。それる限りある永遠も治りきらない傷も全て僕のこと、うん、今日という僕のこと、うん、ああ、うんうん、ありがとうございました。私は幸せで楽しくて、はい、編集頑張ります。これ幸せが皆さんに伝わるように頑張ります。楽しみ。やったー、ありがとうございます。というわけで大森さんからも、はい、あの見てくれてるファンの皆様にメッセージいただければと思います。初めましての方もいらっしゃると もちろん思うんですけども、お久しぶりの方もあのたくさんいらっしゃると思っていまして、ミセスグリーンアップルのボーカルをしてるんですけども、あの来年の2022年にフェーズ2という形で、開幕を先日発表しまして、まあ、まだ言えないことたくさんあるんですけども、まあ、楽しみにというかドキドキワクワクソワソワしながら待っていてくださるとすごく嬉しいなというふうに思いますので、乞うご期待。私が一番楽しみにしてます。それ本当に楽しみにしてます。あの今後とも、はい、お体気をつけていただきながらあのソロとしても、はい、バンドとしても、はい、本当に楽しみにしておりますので、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。大森元貴さんでした。ありがとうございました。また会いましょう。